はい、皆さんこんにちは。忍びズバーへようこそ。本日は10回目の、スペシャルゲストということですね。横浜市長の中田さんにお越しいただきます、はい、よろしくどうもよろしくお願いします。スペシャルなんですか？スペシャルです。あ、そうなんですか。早速じゃあ乾杯して、はい、今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして。もう気軽にどんどん飲んでいただいて。本当ですか？好きなようにお話いただき。止まらないですよ。止まらなく。うん、今日は横浜からわざわざ東京まで駆けつけていただきまして、はい、こちらのお店がですね、カフェライフカフェ、外苑前という、お酒の種類が豊富でおつまみのイタリアンのおつまみも美味しいお店ということでですね、中田市長、あの母校は青学だと。ああ、青学、はい、この近くですよね。そうですね、すぐそこですね。なんか今どこにいるのかよくわからないってさっき言ってましたけども。外苑前もうね、車で移動してくる、はいはい、車の中も仕事なんですよ、うん、もうねずっとこうガーッてやったらここ着きましたって。そうそう、もうずっとそうなんです。毎回そうなんです。ああ、っていうのはね、もうね自慢できないけど机だってね資料だらけなんですよ。でもう本当に格闘してて毎日で目通さなければいけない書類とか、これもあれもとか、これを何日までとか次か次と出てくるんで、はいはい、もう車の中とかってそういうのやってないとダメなんです。ひたすらさばくっていう感じですね。でも本当ひたすらさばくっていう感じで、だからもう全然外なんか景色見てなくて、それで着いたっていうところで降りて、でだからもうどこだと秘書の方が迎えに来てここですよみたいな、まあ、どこにいるのか分かんない。あ、まあやっぱりあれですよね、市長さんというと非常に経営のトップの方と同じような、特に横浜市っていうとイメージとしてすごいその、うん、横浜コーポレーションみたいな、そういうイメージがあるんですけど。そうですか。ええ、まあでもそういう概念は正直言ってなかったですよね、うん、私は市長になる、まあ、なった時にね、はい、これからは自治体経営の時代だと、うん、経営をするんだとこう言ったんですね、うんうん、そしたらね経営という言葉自体にすごい違和感を持たれて、何様だみたいな、まあ、経営っていうのは要するに金儲けのね企業の使う言葉であって、基準を求めて行動するのかと、うん、だからそれまではじゃあ何て言ってたのって行政運営なんですね。で行政運営って言ってたのをこれから先は自治体経営だっていうふうに言って、もう今は定着してるんですけど、うんうん、だから今みたいに横浜株式会社みたいな感じで、はい、まあ経営してるって言われると、うん、まあ外部の方はそう見てくれてるのかとか、あるいはようやく定着してきたかとか、うん、もうそんな感じですね。でもそういう方向性の自治体の今、まあ、いわゆるフロントランナー的な雰囲気というか。いや、もちろんそうですよ。だってもう今までのように、うん、その簡単に言えば行政だって投資とリターンなんですよ、うんうんうん、だからこの投資とリターンって言い方するとまたそのリターンというか利益だっていう話になるんだけど、ま、ね、そうじゃなくて行政だって税金をどうやって何に投資するのかを考えて予算を組んで、それに対するリターンなので公共がどれだけ高まったかってことでしょ、うんうん、サービス水準が高まったかとか、はいはい、サービス量が増えたかとかって、うん、そういう話なんであって、うん、もうその意味においてはもう横浜市はそうですね、僕市長になって今8年目ですけれども、はい、まあこの7年間そういうことを定着させるためにね、必死に毎日溺れるようにこう毎日仕事をされて、あ、本当ね、もう毎日やんなるもん。あ、そうですか。もうなんでこんなに追加ツイートなんだろうと思うし、まあ、そういうマネジメントだけじゃないじゃないですか、はい、いろいろありますもんね。行事に出たりとか、行事に出たりしてヘッドカットしたりとか、そんな楽しいことばっかりだったらいつまでも表敬受けるとか、いろんな人の、ね、もうなんかそういうなんかテープカットやったりとか、もうスピーチだけやってればそんな楽なことはないけれども、うん、まあ、あっちで問題が発生したりとか、はいはい、こっちで、まあ、危機管理とかありますしね、なんでこんな現実が起こるんだろう。インフルエンザの時もちょっとね、横浜市とこう、あれは厚生労働省が大臣と、そうそう、ね、厚生労働省の役人との間の連絡が悪いんですよ、はいはい、だ大臣と厚生労働省の役人の連絡が悪くて横浜市の情報が正確に伝わってないと、うん、でそのことでもってこっちの横浜市の危機管理体制がなってないとかなんとか言うもんだから、あれはちゃんと反論しないとね、あの、まあ、政治家同士がああいう場面でやり合うことを僕は望んでません、うん、なぜかというとそんなことやってる場合じゃないでしょって思うから、国民は、うん、だ望んでないんだけれども、不正確な情報で大臣がああいう風にやられちゃうと横浜市民が不安になるでしょ、はいはいはい、横浜市大丈夫、うん、っていう風に思っちゃうから、それはきちっと言わなきゃいけないと思って、まあ、しばらくの間はあの大臣の落ち着いた方がいいですよと言いながら、ちゃんと、まあ、あのこういう事実関係ですよということは言いましたけど ね、まあ、もう今はもういいんですけど、はいはい、あれ中田市長はあれですか、ご自身はいわゆる投資っていうものにはプライベートではご興味ってありますか。これね、僕は多分ねそういうマインドの人間だと思いま ですよ、ね、ところがね、うん、政治家がやってるもんだから、まあ、できないですよね、うん、これまあなんていうのかな、
まあ、全部公開すればもちろんやって、はい、やっちゃいけないという完全にやっちゃいけないという話ではないけれども、うん、ただ正直で慎んでますよねというのはね、それは僕はねはっきり言って問題提起をするけれども、政治家が株を持っていたりとか、うん、あるいはじゃあ仮にね、はいはい、FX をやってたとかって仮にですよ、はい、でそういうことも含めてね、僕はね政治家っていうのはある意味では実体経済を知らなきゃいけないから、そういうマインドをね育むのに非常にいい経験になりますよね、うん、だからねそれを全否定するのおかしいと思うんですね、もちろんインサイダーとかねそういうのはきついじゃないですけど、だからインサイダーなんてのはこれ政治家に限らず民間人も含めてね、うん、徹底してそれはやらなければダメで、はい、だからそこは僕は政治家に対してもね、なんかそれをなんかこうやること自体がいけないみたいな風土、そうですね、投資で儲けるのは悪いことっていうか、あぶく銭みたいな感じがあって、それは我々も非常に良くないなと思って、それは特に政治家に対してね、そういうことをあんまり求めすぎるとダメだなっていうのは実は思ってます、思ってるけど、他にもあるんですよ、別に飲んでたっていいじゃねえかと思うし、別に投資やってそうじゃねえかと思ってたりとかいろいろあるんですよ、あるけれども僕は本業をちゃんとやりたいわけですよ、あだからその意味で言ったらもう余計なところで足引っ張られたくないし、まあ、ただでさえね、何もやってなくたって足引っ張られるのよこの世界、会ってもない人に会ったとかね、あもう本当に連日そんな話だから、でもそういうことが週刊誌でなんかもう叩かれて、それで僕は週刊誌も今裁判もいくつもやんなきゃいけないわけですよ、そういうことをやられるとね、だからそういう意味では本業にもっと時間を、もうただでさえ時間足りないのにやりたいと、だからやってなくてもそういうふうに言われる世界だから、うん、まあよく言われる理科に冠を立たさずという姿勢ではやってますけどね、うん、僕のご興味は、まあ、今やってないにしてもそういう投資マインドって非常に持ってらっしゃる、もともと経済学部出身の珍しいっていうか、はいはい、政治家の場合法学部とかの出身者が多いですよ、で僕は経済学部出身だから、うん、そういう意味じゃもともと経済関心あるし、はいはい、そういう実体経済しなきゃダメだっていう、だから大学の時に僕は株買いましたよ、うん、大学生の時に、それこそ勉強のために、はいはい、というんでもう大学出てその後売っちゃったけど、うん、でもそういう関心っていうのはね、身をもってやった方が物事は分かるっていうマインドですね僕はね。日本企業ってどう思います、その投資ということで考えて、要するに今、まあ、我々のその、まあ、ネット証券業界の中ではですね、うん、日本の会社にも投資してもねダメだと、もう中国とかインドとか外に投資しなきゃダメだっていう風潮があって、日本企業はもう全部10杯人からじゃダメだっていうね、うん、そういう極端な意見もあったりするんですけど、それはね、これはちょっと僕のなんていうか雑感というか概念的なことだけ言いますけど、はい、いわゆるねその目に見える素早いリターンを求めると言うんだとそうなのかもしれない、はい、すなわち売り上げがこうワッと上がって株を買って投資をした短期的に儲けるみたいな、うん、でそういうことであるならば今言ったような方向なんだろうと思うんですね、うん、日本企業は例えばベンチャーというベンチャービジネスを育成するのも日本社会って下手ですよね、はい、それはなぜかって言ったら投資っていうことに対して投機投資ということに対してやっぱりリスクが伴ってるっていうことに対する恐怖感が日本社会っていうのはあるわけですね、だから本当はこう失敗するのも10投資をすれば7つぐらいはあるかもしれないと、残りの3つか、でも2、3はうまくいくかもしれないというような、そういったこうものの考え方って日本人はそもそも下手なところがあるわけですよ、だから例えば株の場合はどうしてもこう売買益なんかを求めるわけだけれども、今言った広い意味でのね投資という意味で言えば、そうしたこう中長期的な、特に長期的な、ね、技術開発であるとか、はいはい、ビジネスモデルを作っていくとか、例えばそういったことに対する投資とかっていうのは日本企業は本来ね、私は投資対象として十分なり得るだけのこう体力があると思うんですよ、いわゆる本業でちゃんとしっかりものを作ったりとか、うん、ちゃんとしたものを生み出していく力はある、うん、それは十分あると思うんだけれども、うん、だけど全体的にリスクに対するマインドみたいなものがちょっとこうリスクを取らなすぎみたいなところがあるみたいな、日本人自身、日本自身、ね、それはすごくあると思うんですね、うん、そうですよね、まあ、アメリカの経済だってそういうとこあるけどね、むしろアメリカの経済の方が僕は皆さんの方が詳しいと思うけど、アメリカの経済ってそういうとこあるんじゃないですか、すなわちもう資産を圧縮してね、はい、ひたすらもうこのキャッシュフローを良くして、はい、それで売上利益といったところに着眼をして、うん、利益が上がれば株価が上がるみたいなね、そこばっかりですよね、そういう部分っていうのはだから悪い意味でのアメリカ的投資が世界の流れになっているところに持ってきて、うん、さらに日本のなんていうかこう精神マインドみたいなものが重なっちゃってるところはあるんじゃないかなと思いますけどね、それは非常によくわかりやすいですね。
ということで、いきなり投資の話を中田市長にしていただきましたけれども、また引き続きお話を伺いたいと思います、はい、もう一度乾杯しております、はい、乾杯、はい、ます。それではまた引き続きお楽しみに、はい、飲みます。